背の手に潜るダイバーたち背の手とは、中米ユカタン半島の低平な石灰岩自体に、見られる陥没穴に、地下水が溜まった天然の井戸、泉のこと、約3500箇所存在する。泉の下層には大規模な小乳洞が水没している、ことが知られている。水面下では決して形成されることのない小乳洞が、見られるのは、次のように説明されている。 氷記の海水準低下時に形成された、長大な地下側型洞窟系が、五氷記の海面上昇に伴い、内陸部では地下水位が上昇することによって、洞窟系全体が水没した。このような洞窟の天井の一部が崩落して、陥没ドリーネが生じた結果、背のお手ができた。語元は、床手古語のゾノトから転化したと考えられている。 ユカタン半島の北部低地では川も湖もないため、主要な水源であった。ユカタン半島の背のお手は、畜種ルーブクレーターを埋めた、石灰岩の層の中に形成されたものである。ユカタン半島の多くの背のお手は、まず第一に、真水の供給源であったが、地賢一座やバランカンチェー洞窟の背のお手のように、巡礼の地、蜘物を捧げる場として機能したものもあった。 崇拝の対象となった多くのセノーテは、マヤの天神、着に捧げられていた。サックアクツンシステムは、総延長 152.975km の、世界最大の水中小入道である。アクツン港の水ベカウォッシュの内部セノーテの美しい、水面タージマハの看板、セノーテで泳ぐ人々セノーテの水中、ナサニエル・ハリス、古代マヤ密林に開花した。 神秘の文明の軌跡をたどる BL 出版2014年53ページ ISBN 978から4から776405603明海への入り口メキシコ日本経済新聞長官2018年8月12日ナショナルジオグラフィック提供記事小細優雅な保編小学館ランダムハウス A 和大辞典第2版1994年 ISBN 4から09から51101から6ありがとうございます。